オリンピック出場にこう大きく貢献するんですけど、こう落選って知って泣きましたね。ロンドンオリンピック戦ってる選手たちがいるじゃないですか。初戦見て勝ってなんだよ。宇佐美選手よくね比べられるのがもうすごい嫌だっていう話とライバル視してたし、本音を話すと7割ぐらい俺よりうまいと思ってた。でここからロンドンオリンピックについて、ここねちょっとね、ここは多分覚えてると思うんですけど、覚えてますね。これ予選では結構点取ったり大事な試合で点取ったり、まあオリンピック出場にこう大きく貢献するんですけど、本戦のメンバーから落選するじゃないですか。はい、このメンバー発表はどこで知りましたか？当時の家で、当時の強化部長からかかってきて、元気入ってないから、サポートメンバーにも入ってないからって言われて、もうノーチャンスだと。そこで、いや絶対入るもんだとね、そう思ってたし、思ってましたね。でこれいろいろなインタビューでオリンピックへの思いとか話してもらってたと思うんですよ。これかける思い結構あったと思うんですけど、そうですね。これはどんな気持ちでした？こう落選って知って。ああなんか泣きましたね。親に電話入らなかったからってかけながら泣いて、頑張れって声かけてもらって泣きましたね。泣いて、でも切り替え早いんですよね僕。その日の、多分オフだったんですけど、ボール蹴りたくなって、フットサル場借りて、友達呼んでボール蹴ってました。夜には俺夜には山瀬と2人で飲み行ったな。俺もオリンピック落ちた時に山瀬ちょっとこれはもう寿司でも食いながら飲むかっつって。そっか、もう切り替えてなんかボール蹴りたくなっちゃって、いても立ってもいられない感じだった。そうそう。これでも落選して何を感じた？実力が足りないと思ったのか、何が自分にとって足りなかったのか。実力的に足りないとは思わなかったんで、当時それこそミシャの下でワントップやってたので、なるほど、そうだね、普通のサイドハーフやらせてくれてたら、俺の方がいいよとは思ってたから、言ってたもんねそれね、なんでまあ切り替えるかと、ワールドカップしかねえなってなりました。そこで次はその時にレッツからオリンピック行った選手っていた？いないです。水木も落ちて直樹も入らず、俊樹も入らず、ゼロでしたね。ロンドンだから、長い選手とか大津選手とかがライバルに当たってたと。そうですね、大津選手、宇佐美選手、宇佐美選手、斎藤学、そこら辺ですかね。宇佐美選手よくね比べられるのがもうすごい嫌だっていう話と、いやまあ比べられましたね、当時。まあ彼のことはもう僕が中2で彼が中1ぐらいから知ってて。ライバル視してたし、実際、あいつ点取った週の週は俺も取らなきゃいけないみたいなとかね、ガンガンもうライバル視してた、で彼はもうバイエルン行ったね、それを知ってどうだったの？いや内心本当に本音を話すと、7割ぐらい、俺よりうまいと思ってた。思ってたの？思ってた。うわ、これは初耳だ俺。言ったことないかも。いや俺の方が絶対あれっすよっていつも言ってたもん。周りには言うし、いや負けてるわけないじゃんっていうのが3割。でも7割ぐらい、あいつクソうまいなっていう、俺よりうまいわあいつはみたいな。思ってたの？思ってた。いやそれはすごいな。しかもそれは結構若いうちから思ってた。そのユースとかその時から、そういう時からなんかそうオフの次の日かな、なんか表参道かどっかでエレベーター乗ってる時に、うわ覚えてる、俺覚えてるでしょ、意外とよく覚えてる、宇佐美と間違えられたんですけどって間違えられた、怒ってて、で周りがそれを茶化すわけよ、いやいやめっちゃ似てるじゃん、だからいや俺はあいつのこと全然ライバルとか思ってないですけどね、本当はもうガンガンに認めてたし、ガンガンにライバル視してた。結構すごかったじゃないですか、これどうやってあいつに勝とうかなと思ってました正直。じゃあ元気の青春は宇佐美なんだね。いやいや、まあまあまあでもなんか彼行ってよかったなっていうのはすごい今思います。必死になれたしやっぱり。俺も阿部がいたからやっぱ頑張れたっていうのあるし、みんなが俺と阿部の仲が悪いっていう話、元気とかも多分時々便乗してね。悪かったっすねって言っちゃったけど、悪かったんですか？悪くないよ。悪くないんだ。仲良くないってことですよね。だから簡単に言うとだからそういうことを言うからおかしくなってくんだよ。こういう話がこう一人歩きするでしょ。で俺もあれ仲がすごくいいわけじゃないし、なんで俺これ俺の YouTube で俺が聞く係なのにさ、なんでこうすり替わったよ話が。自然だと思います。僕もそうでしたもん。すごい仲良くなかった宇佐美と。なんなら仲悪かった。悪かったんだ。俺阿部とは悪くないよ。そうですね。はい。まあでもアタッカーだし僕らは。そうだね。どっちが点取るんだ。どっちが点取るんだとか、まあどっちかというとボランチの選手よりもね、そのメンタル的にも攻撃的じゃないですか。じゃあ会っても話さない。話さない。僕試合一緒に出ても話さない話さない。でも注文するでしょ。まあ注文する。出せよみたいなとか。で終わり。すげえメンタルだなこれ。全然自然ですよ。おそう、はい、でね、そのロンドンオリンピックの落選発表直後のサガン鳥栖戦で、まあ、自身初1試合で2ゴール、はい、これは結構気持ち的にはもうあったでしょ。いい試合ってかすごい覚えてる。鮮明に決めた時も、泣いた時も。え、泣いたの？泣いた。いつ泣いたの？絶対覚えてるじゃないですか。いつ泣いたの？いや決めてすぐ。試合中です。感情がねすごいんですよね。でよく試合中にね、感情がこう爆発する時が多かったですよね。それがね原口元気っていう人間臭いところで僕は好きでしたけどね。でもね、そこなんですよね。多分僕のサッカーキャリアのポイントはこの感情の爆発させられるとこが。ドイツに合ってたりとか、サッカー人生でも大事なところで力が発揮できたりとか、メンタリティーはやっぱ大事だったなと。まあこれからも必要だし、これからもってか今もあんまりそのコントロールはうまいんですけど、もうコントロールはできるんですけど、出てる時はすごい出てるので同じような感情が。でそのね2ゴールして、ああっていう気持ちと、ロンドンオリンピック戦ってる選手たちがいるじゃないですか。これは試合見ました？見ましたね。見た。初戦見て、勝ってなんだよっつってこれもう行くよっつって、見なくなりました。あ、そこから見なくなった。だって行くもん。もうじゃあベスト4まで行ってで最後また見ました。もうここまで来たら応援しようと思って見ました。そこはどうせなら取ってくれって思って見ましたね最後。自分もねその仲間と一緒にやってたし、その途中はもう知らねえよって思って。知らねえよっていうかもう見てもないし、盛り上がってるなっていうのは耳に入るし、宇佐美いるしイライラするしでもなんか変わりましたね最後。にどうせなら取ってほしいってなって応援してましたけど。で2013年まあ初のリーグ2桁得点、で2014年もまあチームの中心としてまあ活躍しながらね、浦和レッズで。でこれブラジルワールドカップからこう落選するじゃないですか、この時って代表にはどのぐらい絡んでたんですか？ A 代表。東アジアとか国内組の時には出たり試合に出たりとか、まあ招集される時もありましたけど、その試合にはなかなか使ってもらえなかったし、で最後の方はその2014年個人的には結構調子が良かったので、大逆転あるかなと思ってたぐらいでしたね、どっちかだけど。まあどのぐらいのパーセンテージか分かんないけど、まあそんなに簡単じゃないなっていう。じゃあまあここはこうブラジルワールドカップに関して言うとまあ俺の大会じゃないかなみたいなところは思ってた。万が一っていうか普通に期待はしてましたけど。あ、じゃあ落選を知った時はロンドンの時みたいな感情じゃなくて、ニュースなんていうの、発表やってるじゃないですか。見てまあそうだよなってなって、もう出なきゃいけないなって思いました。裏をおお、なるほど、うん、それ結構決め手でしたね。でそのワールドカップのメンバー発表から2週間後2014年の5月25日にブンデスリーガのヘルタ・ベルリンにこれ完全移籍、うん、ずっと移籍は考えてたんですよね。ロンドン落ちて、うん、ブラジルも入れなくて、ここでずるずるいったら俺のキャリアはやっぱり難しくなるなって思って、うん、約2年ぶりに日本代表に招集されるわけですよ。ハリルホジッチさんはどんな監督ですか？意見がものすごく強い、強制的な感じ、うん、今までの原口選手だったら結構もう変わってるんですね。その時には残りたいからその代表に。